毎週水曜のこの時間はショーン・テイ・ショーノさんによります TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみに Good morning 皆さん Good morning 佐伯今日は英語の簡単な過去形過去分詞の練習をしてみましょうまず最初は SEE。 皆さん「C」というと海とか彼女の「C」を思い浮かべるかもしれませんね彼女バリウムでも飲みに行かない胃カメラ撮ったらスーケスケって言っちゃった人もいるかもしれませんが今回の「C」は見るということで「c s o s e e n とこうなるわけですね「c s o s e e n と 発音が悪いのは、高校の英語の先生も原因の一つでして、空手部の顧問もやっている先生が、よーし、今からおめえらに英語の発音を教えてやるや。日本語でセーフいいかーリピートアフターミーはいガバマントはいと。まあ、こういうわけなんですね。次は、同じ見るでも。 よーく見る。watch。てめえかんとばしてんのかに使うこともありますが、これを過去、過去分詞にしてみますと、watch、watched、c h e と。発音をネイティブっぽくしたい場合は、音をつけてやってみてください。タラララーン ララ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 ラー stretch とこう来てもらいたいんですね。では今日は英語の小話題名は「ハイジャック」というんですが実はこの「ハイジャック」版にはショーン・テイ・ショーノが「竜神ントン公の術を施してあります。 そうするとどうなるのかなというところが聞きどころになっておりますね。では始めましょう。ハイジャッカー。Hey, pilot!This airplane has hijacked!Fly to Mexico now!Pilot.Don't be s t u p i d ハイジャッカー s h u t up! Can't you see this gun?Do what I say!Go to Mexico now!Pilot.Don't be stupid!This flight is bound for Mexico! 苦労せずしてハイジャック大成功竜神キモントン校のお問い合わせは、アーテージアスクエアのドラゴンごと。電話番号310-787-1891。 サイレン、ラッパ、ナ、一泊、今でご連絡ください。それでは、皆さん、ごきげんよう、さようなら。ショーン・テ・イショウノさんでした。ドラゴン・ゴッド。お問い合わせは、三一零七八七一八九一まで。